皆さんお元気ですか？タカジーです。今日は、はい、こちらクロオワリの女王様、最初に捕獲した女王様がもうすでに、ほら、メートル、爪楊枝の先で刺しているこのクリーム色の塊、すでに産卵が始まってしまいました。もうこれ以上卵をここで産み続けさせるわけにはいかねえってんで、こちら最初に作った石膏巣、作ってから3日ぐらいしか経ってねえんだけど、ライトの上に乗っけて下から温める感じでね、早く乾燥させたんで、もうカチンカチンになってるからいけるやろと、何よりもこれ以上ここに置いとけねえってんで、さあこちらに移そうと思いますよ。はい、はい、シリンジ持ってきたよ。もう水入れてきたね。テストを兼ねて蓋して、こっからよいしょ、はい、これでチューって、あー、ほら、みるみるうちに色が変わって水が入っていくのがわかるかと思われますよ。ほいほいほい、ここ濡れてるとこだね。で、こっち乾いてるところ、ほら、あ、わかりやすい。ほら、これで濡れてるとこと乾いてるとこがわかりやすい。ってことでテストは無事完了と。ちょっと時間ないからもう早めにちゃちゃっと投入しちゃおう。やっぱり先に水ジャブーンってやってから水切る方法の方がいいのかね。やっぱり上がこうデコボコになってると染み込む割合がばらつきが出るね。やっぱり綺麗に真っ平らに石膏を敷いた方が扱いは楽かなーっていう感じだね。よし、 OK だ。裏側もほらこの通りね、なんとなく色が全部つきました。これで OK。 さあ改めて移動の儀執り行います。おごそかに。よし、さあ女王様、あわわわわ、あわわしてる、あわわ、あわわしてるで。あー、卵をね、あーってなってる、あーってなってるけど、ごめんなさい、先に爪楊枝で、お先っぽで、あ、うまく持ってこられれば、ええんだけど、あんた自分で、蹴散らしてる、蹴散らしてるで。あ、一個加えた。え、残りも加えてる？結構あるね。1,2,3,4,5,6。6個になってるね。はい、では、あ、ちょ。これはダメだ。ゴミだ。では、ほら、女王様、こちらへお移りくださいまし。マシマシ、よし、今だ、よし、オッケー。さあこれで女王様、程よいところに卵を移動させておくんなまし。あ、卵に気がついたね。よしよし、おい、ちょ、カメラアングル頼むぜ。ああ、あ、これギリか。いい感じだ。あー、加えてるのがメートルね。おー、女王様が卵を加えて右往左往してるのがメートルか。ここでいいの？そこでいい？多分落ち着いたらね、どっか端っこの方に寄せると思うんだよね。あ、チューブに入った。チューブ通れるね。お、いいね、女王様チューブ通れるよ。 OKOK。 とりあえずここの空間を把握してもらって、それから落ち着いて整理してもらおうかな。今やった爪楊枝作戦はね、何年か前にやっぱり拾ってきたクロオオアリを飼育した時期があってさ、
その時に同様にやっぱりね、捕獲できると思ってなかったから石膏巣の準備してなかったんだよね。それで捕獲してから慌てて石膏巣作って、今回と同様のパターンになったんだよね。その時にね、あ、爪楊枝の先はいいね、なんか細かい作業いけるから、これでコロコロ優しく転がすようにでいけるんじゃねって言って移動した記憶があったんで、今回もそれでやってみました。さすがにピンセットでつまめる大きさじゃないからね。 1,2,3,4,5,6,7 個かな。そうだね、オリンファスさんの TG4 にご登場願いましょうか。お、来た来た。おー、1個2個3個4個5個6個、あれもう1個は1,2,3,4,5,6,7、あ、7個ですな。よしよし、ググッと、いやーすごいね、取れてるよ、卵がツヤツヤとドアップで取れてる。うん、爪楊枝作戦でも潰れることなく大丈夫そうだね。おお、女王様が巨大に映っとる。あ、加えて2つ、器用に2つ加えてるね。あれもっとか、3つぐらい加えてねえか、すげえな。あ、3つ加えてた、また離した。え、でどうすんの、触覚のお手入れ、触覚のお手入れでどうすんの、持ってきて、うん、こっちに移動したのはどういうこと、そっちがいいの、あ、そっちがいいの、あれどっち行くの、これ胸部だね、羽の跡があるね、ほら羽の跡が見えとる。やっぱりこう羽を動かす筋肉がこの胸部の中に入ってるんだね。だからお座りもそうなんだけど、女王様も胸部が高さがある大きさなんだよね。なので普通のアリとはちょっと異質な形をしているんだな。いい感じで集まってきたね。そこがええの？いやー、まだまだたくさん産むんだろうね、この大きなお腹。いやー、卵食っちゃう女王様もいるからさ、ドキドキしたんだけど、無事にこの場所に今日構えることにしたのかな。いやー、すげーなー、 TG4 の威力炸裂って感じだね。スズメバチさんとかグッピーさんとかみたいに、あとあれか、ワンタンちゃん2号もそうか、大きく動いちゃう相手はピントがなかなか合わなくて大変だったんだけど、アリの撮影には TG4 は最高の機材ですな。あー、蹴っちゃったよ、女王様蹴っちゃってるよ。あ、いいとこに陣取ったんじゃないですか、女王様。それねえ、端っこに、これちょっとちょうどケースの、あ、これチューブの中に移動するパターンもパティーンもあるで、いける。あ、ピンときた、ピンときた、ピンときた。おお、ほほほよー、すごい。やっぱり壁際に、この辺に陣取るんじゃねえかな、この流れだと、うん、そんな気がしますよ。おー、 TG4 さんで卵のドアップ。おー、女王様がでっかいでっかい。いやー、すごいね、これ完全に一塊になったね。7個の卵が完全に一塊になりました。ここでとりあえずは落ち着いたのかなって思ったら、加えて移動をするのかな。結構卵の表面には
なんか粘り気っていうかペタペタしてて、こうやってほらくっつき合いやすいんだよね。さっきも爪楊枝で転がそうとするときにタッパーの床面と結構くっついててね、うん、転がすのに若干難儀したんだけど、おー、全部まとめて加えた。やるね。やっぱり端っこか。やっぱり端っこなのか、元のところか、それ元のとこがいい、そこが良さげ。多分床のこう湿り具合とかね、卵が孵化しやすい環境を今女王様がここかな、あっちかな、ここかなって多分やってんだよね。今みたいにドジっ子もあるね。卵の表面がペタペタしてるから足にくっつけちゃって動いちゃうみたいな。よし、あとは上の映像で今回はお開きとしましょうか。はい、TG4 さんお疲れ様でした。あ、もしかしてん？やめた？ん？今チューブの中をちょっと散策したよね。ここどうかしらって。チューブの中に卵を運ぶ可能性もビレゾンですよ。微粒子レベルで存在してますよ。まあとはいえいろいろね時間かかるでしょうから、今日は無事に石膏巣に運びを、ん？ん？お、行くか、チューブへ行くのか。チューブへ行くと観察しづらいから、できれば石膏の上がありがたいな。カカジーは石膏の上がいいな。ジーヤは石膏の上がいいと思うのですが、女王様どうでしょうか、ダメでしょうか。そこら辺がよろしいのではないでしょうか。もしくは石膏のもうちょっともそっと左側とかね、端っこの壁際とかいかがでしょうか。うん、大丈夫かな。ということで今回はクロオオアリ女王様の石膏巣へのお引っ越しでした。無事に終わってほっとしました。はい、シークンド極めましょうね。んずっす。さようなら。お元気で。爪楊枝。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここです。よろしくです。